こんにちは。時間動画日記です。こんにちは。今日のゲストはこんなにチャーミングな原田則之さんです。どうも、原田です。いらっしゃいませ。やってきました。森の別の場所、はい、もうそろそろ結構終わりますけどね、え、はい、終わっちゃうんだね。終わっちゃうんですけど、原田さんどんな役なんですか？僕ですか？僕はあのジョン・バルトラリって言って、南北戦争の南軍の方にこう従軍したあの隊員、まあ、兵隊の役ですね。真面目な回答ですね。え、ダメなの？だってね、なんかスパイスですとか言ってたヒゲのおじちゃんとかいたんで。スパイス？僕の役ですか？スパイスです。あー、そのお芝居全体。そうまあ、言うとね。一言だなぁ。なるほど、そう。すごい、あの、やりちんのかっこいい。やりちんとか言わない。やりちんじゃない。ダメだよ。おもつとか言わない。ダメ。え、じゃあ、どんなお芝居ですか？見どころとか、教えてあげてください、世の。見どころですか？女性に。女性に。本当にろくでもない人がいっぱい出てきて、いろいろこう、吸ったもんだやるんですけど、そのなんか、吸ったもんだが見どころかなって思います。あと、ね、衣装もね、とっても豪華で、そこも見てもらえたらいいんじゃないでしょうか。有吉さんもかっこいいしね。まあ、じゃあ時間堂の稽古をもう30何回やってますけど、正直どうですか、この稽古は。なんかその台本もらって、結構初日結構やって、なんか最近その最初の頃のことを思い出すんですよ、そうするとなんか随分遠いところまで来たなっていう。おー、なるほど。本当に確実にこうなんか、まあそのね、進んできてるなっていう感じ。あ、ここまで来たなっていう。もっともっといけるけど、でもなんかそういうなんか、まあ、自分たちがこうなんか作ってきた道みたいなものが、もうなんか長さとか、そんなに大丈夫です。考えを。へぇー。覚えたり。嬉しいですね。と同時にもね、初日が近いっていう、プレッシャーの緊張もね、これあるよ。ありますよ。ね、かっこいい。びっくりした。そんなね、かっこいい原田則之さんもいっぱい出てますから、皆さん、世の女性は森の別の場所を見に来てくださいね。じゃあ、ね、バイバーイ。それで